こんにちは、みなとみらいです。今回は、マイクラの現代建築が上達する超簡単なコツを7つ紹介していきます。建築力を上げたいけど、どうしたらいいのかわからないという人はすごく多いですよね。建築が上達するとマイクラがもっと楽しくなり、ついでに自信がついたりもします。この動画を見ると、めちゃくちゃ簡単に現代建築が上手くなる方法がわかるので、ぜひ最後までご覧ください。他にも作り方動画など役に立つ動画や、一人で東京を作ったりもしてるので、よければ見てみてください。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。みなとみらい不動産。まず一つ目は、実際の建物を参考にするということです。現代建築においてこれはとても重要なことです。いきなりオリジナルの建築を作るとなっても、実際の建物がどうなってるのかわからないと、どのように作っていいかわからなくなりがちです。最近では、AI が作曲するということもあるようですが、その AI も曲を作る前にまず、機械学習によって実際の楽曲を分析してからそれを楽曲制作に応用しています。実際の曲を知らない AI にいきなり曲を作れというのも無理な話だし、実際の建物をそこまでじっくり観察したことのない人にいきなりオリジナルの建築をしろと言っても難しいと思います。まずは実際の建物をよく観察して、いいなと思った建物を再現することから始めてみることをお勧めします。二つ目は、一つ目の実際の建物を参考にするための手段といった方が近いですが、Google Earth を使うということです。有名な現代建築税で Google Earth を使ってないという人はまずいないと思っていいし、なんならサーバーに入るための最低条件の一つが Google Earth の使用だったりするところもあります。そのくらい現代建築において Google Earth は革命であり、絶対的な力を持つアプリです。そもそも Google Earth ってなんだよって方もいると思うので説明すると、実際の街の形がこのように立体的に表示される地図アプリです。ですが、実際の建設関連の仕事で使用されることもあるそうですね。これで建物や道路、街の作りをいろいろ観察して、屋上はこうなってるんだとか、こんな綺麗な広場があるだとか、いろいろ見て参考にすることができます。ストリートビューも見れるので、上からも下からもじっくり観察できます。ですが Google Earth のすごいところはここからで、なんとこのアプリには測定機能があるんです。つまり、このようにこの建物のこの面は何メートルと、簡単に分かってしまうわけです。1メートル1ブロックですから、40メートルと表示されたなら40ブロック置けばいいだけです。めちゃくちゃ簡単ですよね。Google Earth Pro の方なら標高も測れるので、建物の最上階の高さ引く標高割る回数で、1階あたりの高さまで割り出せます。まあこれは計算せずとも、マンションならだいたい3ブロックか4ブロック、ビルなら4ブロック、6から6ブロック程度になってるので、計算が面倒ならこの辺りに当てはまってればそれらしいものができます。まあとにかく、これさえ使えばこのように、めちゃくちゃ簡単に建築できてしまうわけです。3つ目、コンセプトを明確にするということです。あなたが作りたいのは何なのか、もう一度よく考えてみてください。いやいや建物を作りたいに決まってるだろと思われたかもしれませんが、そうではありません。その建物のコンセプトという意味でもそうですし、あなたが今作ってる街のコンセプトもそうです。例えば、近代的なガラス張りの高層ビルでシンプルなデザインにするとか、繁華街にある何十年も前にできた雑居ビルでちょっと薄汚くて落書きされてるとか、そんな感じです。街のコンセプトなら、例えば1980年代に開発が始まったおしゃれな港町とか、歴史的建造物が多いことで街の看板も落ち着いた色になっているとか、そういう感じです。このようにコンセプトを明確にしておくと、具体的にイメージしやすく、特に街のコンセプトを決めると雰囲気も統一感が出て、よりそれっぽいものが作れます。あ、それから別にそもそもリアルな現代建築である必要もないですよね。このコンセプトをただひたすら自分の作りたいものを作りまくるとか、建物の外装より内装を重視して、外装を犠牲にしてでも部屋を広くするとか、それも立派なコンセプトだと思います。ちなみに、僕のワールドのコンセプトは、ひたすら日本の大都市を、地理や方角を含めて自分が持ってる技術すべてを投入して完全再現していくです。四つ目、内装を作るか、壁で隠しましょう。内装って面倒ですよね。1、作るの嫌だし、作ってないという人も多いと思います。ですがこちらをご覧ください。右が内装なしの建物、真ん中が床だけ張った建物、左が床と壁だけつけた建物です。床だけ張っているという人は多いと思いますが、壁もつけた方がいいと思います。反対側が透けて見えると、ハリボテ感が出てダサい印象を受けてしまいます。逆にそこがしっかりしてると、重厚感が増してかっこよくなります。また壁だけでもあるなら中に照明をつけられますよね。こうすると夜景まで綺麗になります。この項目は特にガラス張りのビルなんかだと大きく印象が変わることが
が多いです。壁と床だけでもいいので、しっかり貼るようにしましょう。5つ目、ハーフブロック、階段ブロック、塀、板ガラス、鉄格子、ボタン、柵、旗、避雷針、マップアートなどを活用する、です。マイクラは1ブロックが1メートルの高さになっています。つまり、ブロックだけを使ってると、細かい表現や作り込みはかなり困難になります。ですので、これらのブロックを使い、細かい部分まで作り込むことは絶対必須です。建築が上手い人を参考にし、これらのブロックをどのように使っているのかよく見てみましょう。例えばガラス張りのビル、ただブロックのガラスを積んだだけならかなり単調になってしまいますが、そこに板ガラスを置き縦の線を作ることで、雰囲気を再現しています。これはマップアートです。最初のうちは使わなくてもいいと思いますが、建築に慣れてきたらこれを使用することも視野に入れてみましょう。また、旗ならマップアートより簡単に好きな模様を入れることができるため、おすすめです。ちなみにこの旗の自動販売機の作り方は過去に紹介したので、よければご覧ください。この他にも、細かい表現をするのに最適なブロックは山ほどあるので、しっかり活用してください。6つ目、ブロックを覚えるです。マイクラには様々なブロックがありますよね。全部把握してますか？していないなら、一度クリエイティブになって全てのブロックを見て、このブロックは何に使えそう、などと考えてみましょう。どんなブロックでも建築に使えます。これは建築用のブロックじゃないと決めつけずに、全てを余すことなく活用しましょう。使えるブロックの数はあなたの技の数だと思ってください。少しでも多い方がいいですよね。例えば、同じ城でも様々な城があります。全部城だからと適当に選んでませんか？僕はバージョン 1.14 なのでこれだけしかありませんが、もっと新しいバージョンなら崩壊石などもあります。ここは城のコンクリート、ここは滑らかなクォーツなどと使い分けましょう。どの場所にどのブロックを使ったらよりリアルな表現ができるのか、ブロックと実際の街をしっかり照らし合わせ、どんなブロックであっても建築に応用できるようにしておきましょう。かなとこでさえ建築に使えるんですよ。7つ目、サイズ感に気をつける、です。これは上手い下手とかじゃなく僕がそうしてるという方が近いんですが、なるべく現実と同じくらいのサイズ感にするよう心がけてます。気づいてるかどうかわからないですが、みんなの建築、大きすぎます。例えば自販機一つでもそうです。実物と同じくらいのサイズの自販機を作るとなった時、皆さんはどうしますか？僕はこうです。多くの方が小さすぎると思ったでしょうが、これが最も現実的なサイズの自販機です。考えてみればわかりますが、3メートル以上の高さの自販機があったとして、誰が押せるんでしょうか？まあマイクラなら誰でも1メートルの運動神経強ジャンプができるので別に押せますが、ですが現実世界では高くて押しづらいですよね。実際、自販機は高さ183センチメートルのものが多いそうで、ブロックに換算すると 1.8 ブロック、四捨五入して2ブロックです。マイクラは基本的に最低単位が1メートルと非常に大きいです。じゃあ何も作れないじゃんと思うかもしれませんが、技術、意識、発想でこの無理ゲーをいかにカバーするのかというのがマインクラフトだと僕は思ってます。みなとみらい不動産。ということで、今回はマイクラの現代建築が上達する超簡単なコツを7つ紹介していきました。1つ目が、実際の建物を参考にする。2つ目、Google Earth を使う。3つ目、コンセプトを明確にする。4つ目、内装を作るか壁で隠す。5つ目、ハーフブロックや塀など細かいブロックで装飾をする。6つ目、ブロックを覚える。7つ目、サイズ感に気をつける。です。ですが、結局本人がいいと思ったらそれで十分じゃないかと正直思ってます。そもそも人によっていいと思うものも建築のスタイルも全く違う。いますよね。にもかかわらず建築はこうだとかプロはどうするだとか決めつけて、せっかくここまで自由なゲームなのにその可能性を狭めるのってなんか違う気がして、まあそんなこと言いながら僕もこんな動画作ってるわけですが、とりあえず自分がいいと思った建物やこんな風になりたいと思ったクラフターさんの建築を参考にします。作りたいものを作りたいように作るのが一番いいと思います。それがマインクラフトです。あなたは何を作りたいのか、あなたはどうなりたいのか、一度見つめ直してみるのもありだと思います。これからも皆さんの役に立つ動画や興味を持っていただける動画をたくさん作っていくので、もしいいなと思っていただけたら高評価やチャンネル登録、コメントもしてってくれたら嬉しいです。それでは、バイバイ。